松見ながら敬語役を演じさせていただきました志尊淳です。正直ですね、初日を迎えるまで不安な気持ちがあったんですけれども、こんなにたくさんの方々に来てもらって今はちょっと安心しております。続き理科役をやらせていただきました芳根京子です。こうして初日を迎えられたことを本当に嬉しくありがたく思います。沖田葵役を演じさせていただきました小島リリアです。矢田哲夫役をやらさせていただきました戸塚純喜と申します。萌江優子役を演じさせていただきました水谷香穂です。皆さんご機嫌の胸キュンシーンどこだったのかなっていうのもあるんですが、どこですどいかがでしょう。壁ドン顎食いですか。いいんですか。やるなんて一言も言ってないですよ。そういうことですか。皆さん、なんか見たくないですか。ちょっとだけね。ないでしょ。ねえ、何をやればいいですか。顎食いで、顎食いでやっていただければ。誰に。エア顎食いですね。エア顎食いで。エア顎食いなんてさ、もうさおかしくない。エアー極意、あれだ、皆さんにやってるみたいな感じ でってこと。いやもうさ、映像で見たら変な風になるでしょ。何やってんのってなるでしょ。え、何か出てきたよ。なんか右をご覧、右手をご覧ください。あ、そちら一回見たみたいね。あれ、そちらみたいね。見てみたいね。今まで僕の話、あれあれあれ、みの先輩からも、はい、僕ですよね。みの先輩、行きましょうか。そうですよね。みの先輩、ごめんなさい、僕が、ちょっと自意識過剰でしたね。そうだね、なんか、話がなんかあれかな。ごめんなさい、すいません、すいません。僕でいいんだよね。あ、お願いします。ね、黙ってないで、早くしろよ。早くしろよ。お願いします、お願いします。早く言えよ。早く言えよ。いいよ。黙ってないで早く言えよ。待って待って、それずっと仕込んでた、もしかして。仕込んでない。仕込んでないですよ。やめてください、高橋。さっき練習してたからあったね、かかって。しないよ。これから本番ですから。そうですね、本番ですから、じゃあちょっと変えて、はい、やっぱり、ね、黙ってないで何か言えよって、クイッてした後にやっぱ好きだよって言うんだと思います。お願いいたします。監督ありがとうございます。スタートお願いできればと、監督からお願いします。やりましょう。じゃあ行きますね。よーい、はい。ほら、黙ってないで何か言えよ。好きだよ。はい、カット。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大きな拍手を。いや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 、なんかめっちゃ納得してない顔してるけど。